長谷川五郎10月19日から2016年6月20日は、茨城県水戸市出身の日本のボードゲーム研究家、ボードゲーム開発者、特にオセロのパッケージを開発したことで知られる。五郎はペンネームであり、オセロに関しては、本名の長谷川里氏で商標権を取得している。日本オセロ連盟元会長、オセロ名誉10段、オセロ以外にも88オセロ、 グランドオセロ、ソクラテス、ミラクルファイブ、セルゴ、ダイゴといったボードゲームを開発した。英文学研究者で、茨城大学教授の長谷川史郎を父として生まれる。旧西ミット中学校に入学。現在、オセロとして知られるゲームを開発した経緯については、本人の説明が2点3点しており、真相は不明である。当初は、 イギリスのリバーシというゲームのデザインを改良したものと説明しており、1971年に出願した実用新案登録の書類では、半世紀にわたって行われている、原平語の意思、版、計算表を改良したものと説明していたが、後に自身が学生時代に独自に考案したゲームであり、リバーシと似ているのは偶然と主張するようになった。近年の主張によれば、 学校の短い休み時間でも楽しめるゲームが欲しいと思い、語石を用いて相手の石を挟むと取れるというルールのハサミ号を考案したことに始まる。その後、ルールを変え石を取り除くのではなく色を反転させるようにし牛乳瓶の蓋を用いて裏表を反転させるように改良して現在の形にたどり着いたという自らのゲームに オセロという名称を付けることになった由来は、そのゲームを考案した際に何と名付けるかについて、英文学研究者である父親の史郎に相談したところ、シェイクスピアのオセロを取り上げたからだという。 そして、黒人軍人のオセロと、その妻の白人女性のデズデモーナが、緑の平原で勇猛果敢に戦う物語が、思い描いて、盤面を緑色にしたという。シェイクスピアの、オセロは、敵、味方が頻繁に寝返るストーリーの演劇作品である。同大学卒業後、製薬会社に就職し、営業職の仕事を始めても、仕事先などで、 自作のオセロを披露していたところ、担当の顧客にあたる、異局長に、同ゲームが高く評価され、1972年、筑田の社長である、筑田義則及び企画担当者の久井武氏に、面会する機会を得て、同ゲームを育てる夢を語り合い、意気投合。ゲームとしては、破格の長期契約を結び、1973年には、日本オセロ連盟を設立し、東京で、 1> 第1回全日本オセロ選手権大会を開催。同社がオセロの販売を開始しその後は年々ファンの数が増えた。枠員によると持ち込まれた時のオセロには特許が取得されておらず、業界でもキャラクター以外にロイヤリティを払う意識がほとんどない時代だったが、くだはおもちゃはアイデアだからとロイヤリティを払うことを認めたという。将棋、囲碁ともにアマチュア五段でもある。 病気療養中のところ、2016年6月20日に、千葉県柏市内の自宅で死去した。83歳坊津、ありがとうございます。